シンチレーション検出器による放射線量の測定シンチレーション検出器とは、シンチレータを用いた放射線測定器を言う。電化で作ることができる割には、係数効率が良いので、広く使用されている。電離性の放射線の入射により、蛍光や輪光を発生する物質をシンチレータという。シンチレータは放射線を受けても微弱な光しか発しないが、それを 光電子増倍管などで増幅し大きな電気パルスにすることで放射線を検出することができるようになる。このようにシンチレータの放射線に対する発光性質を利用した放射線検出機器をシンチレーション検出機と呼ぶ。シンチレータの種類に応じて検出機が効率よく測定できる放射線は異なる。例えば、ゲルマニウム酸。 ビスマスバイ 4GE3O12 などの原子番号の大きい元素を含むことから高い電子密度を持つシンチレータを用いるとガンマ線を効率よく検出することができる。中性子を検出するのであれば中性子を効率的に散乱させる水素を豊富に含む蛍光物質を用いることで高い効率が得られる。シンチレーション検出器に用いられるシンチレータとしては以下のようなものがある。 また、液体状のシンチレータを用いた液体シンチレーション、検出器は、通常の検出器では困難である低エネルギーの、ベータ線を効率的に測定することができる。シンチレータの発光波長と、光電子増媒管の光電面の感度波長が、一致するように仕事関数の低いアルカリ金属が、受光面に乗着されており、近年では MEMS によって小型化されている。 バイアルカリ光電面は、アンチモンにカリウム、セシウムを反応させることにより、可視域に感度を持ち、この光電面の分光感度特性は、8日、ナトリウムシンチレータの発光波長とよく一致している。ことから、シンチレーションカウンティングによる放射線計測などに広く応用され、マルチアルカリ光電面は、アンチモンにナトリウム、カリウム、セシウムを反応させることにより、 300から850ナメートルまで広い波長域に感度を持ち、分光高度計やバイオ、遺伝子関連分野での傾向計測など幅広い用途に利用されている。ガンマ線分光分析を行う場合は、シンチレータより高いエネルギー分解能を持つ、超高純度ゲルマニウム半導体検知器などの半導体検出器が好まれる。8日、ナトリウムシンチレーション検出器を用いた60。 c o のガンマ線スペクトルの分析図。横軸がエネルギー、縦軸が強度を表している。六十 c o の放出する1173ケブ、1333ケブの二本のガンマ線のエネルギー領域近傍の強度が高くなっていることがわかる。こちらは 137CS のガンマ線スペクトルの分析図一般には、シンチレータは高エネルギー放射線の一個の光子を 多数のより低いエネルギーの光子に変換するのだが、低エネルギー領域では、メガ電子ボルトあたりの光子の数はほとんど一定である。したがって、傾向の強度を測定することによって、入射光子のエネルギーを特定することが可能である。分光系は、新チレータ、光電子増倍管・パルス電流の係数回路からなる。光電子増倍管によって、光のエネルギーは電流に変換され、 その波行から傾向の強度がわかる。横軸にパルス電流の波行、縦軸をパルス数としたグラフを作れば放射線のエネルギースペクトルの近似となる。入射した放射線のエネルギーに相当する光電ピークが現れる一方、これより低エネルギーにもコンプトン散乱による連続スペクトル、エスケープピークおよび後方散乱ピークといった応答を示す。 また2つ以上の講師が検知器にほとんど同時に入社する場合、最大で2つ以上の光電ピークの合計のエネルギーを持つピークが現れたように見えるため、より高いエネルギーが検知されることがある。ありがとうございます。